さあ、ランスの会の三国テムトークでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアプデ情報をお届けしたいかなと思っております。いつも三国展望をお楽しみいただきありがとうございます。下記の日時にてメンテナンスを行いましたということで、本日22日のですね、午前8時から11時までということで、3時間メンテナンスしてたということになるんですけど、30分短縮してますね。11時半までという予定だったんですけども、30分短くなったということで、予定より早く終わるというのはですね、いいことなんじゃないかなと思いますけどね、遅刻よりは全然マシかなと思います。で、メンテナンス内容、武将システム、新武将新君陸村が実装ということですね。メンテナンス終了後、ゲーム内の図鑑にて詳細を確認することが可能となってますけども、はい、いましたね。で、一応このスキルとかに関しては先取り情報という動画を以前作らせていただいてますので、そちらの内容とあんまり変わらんのじゃないかなと思うんですけども、一応その数字ですね、 20% の総ダメージのとかいうところですね、こういう数字がですね、この今回の図鑑に出ることによって確定したということになってますね。ここら辺は、まあ、こうご視聴いただいている方ご自身でですね、こうスキルを見ていただいて、一応もう内容の方は説明させていただいたんでね、それ取る取らんの判断っていうのはしていただけたらなと思うんですけども、あ、勝利だけでは前の動画ではちょっと説明してなかったのかな。フィールド上の敵軍武将が受けるスキルダメージを 10% アップさせる。この勝利すごく良くないですか。で、下、中堅将軍、勝利スキルレベル3、自軍、防衛施設の攻撃を 10% アップ。これ、上やばないですか。そうなんですか。フィールド上の敵軍っていうことは、これ攻めてる時の相手防衛武将5人ですよね。が、受けるスキルダメージが全員 10% アップするということでしょ。これ、陸村だけじゃないですよね、おそらくね。こっちの攻撃武将に陸村以外が、まあ、たくさんいるじゃないですか。こういった攻撃武将が与えるスキルダメージっていうのも 10% アップさせるような感じしますよね、この表記だとね。つまりこれ相手に対するデバフっていうことになりそうなんですけどね、これは要検証ですね。一応サブで取る予定なので、でもこの言うたら勝利もね、多分すぐ上げれるぐらい溜まってると思うんですよね、あれが、あの先行機が。なんで、これ、とりあえずちょっと先行機置いといて、陸村に使いたいかなと思っております。ちょっと内容はしばらくお待ちください。まだ、この実装言うてもですね、出撃取れないんでね、まだ何とも言えないところですね。で、次。自衛システム、新自衛戦闘指示が実装、メンテナンス終了後、ゲーム内の武将図鑑にて詳細を確認することが可能ということですね。はい、出てますね。なんか、目が、すごい目の色が青いというか、本当なんかゾンビみたいですけどね。戦闘800恐れるものなし、今日の戦法に精通し、全兵精鋭である。で、なんて読むんだろう、ちょっとわからないですけど、まあそうですね、一応その攻撃速度を低下させたりとか、治療効果を低下させたりだとか、あと進化ダメージ進化効果を与えたりだとかいう自衛ということなんですけども、一応僕の動画でも以前の先取り情報で説明させていただいたんですけど、悪くはないんでしょうけど、絶対必須かと言われたらどうかなと。今たくさん有能な自衛いるので、それを押しのけるほどの能力を持ってるのかどうかって言ったらちょっと疑問ですよ、みたいなことをお伝えさせていただいたんで、まあここら辺もですね、取った人の参考と言いますかね、もう自分ではなかなか判断がつかないところがあるんで、取って使ってる人のを見て判断するのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。ちなみに僕は、取らないです。申し訳ありません。で、次、戦闘関連、軍機のレベル表示に変わり、軍機のレベル表示に変わり、軍機番号が表示されるようになった。あ、レベルの代わりに軍機番号が表示されるようになったということですね。ああ、ここか、上ですね。この今、旅網とかの右側のこう正方形の方のアイコンですね。の上が軍機1とか書いてますよね。転移だったら軍機2っていう感じで、こんな感じで、数字が振られましたよということですね。で、戦闘中、武将の並ぶ順序は、出陣画面の表示順と一致するように調整、左から右へ、帝王台、軍機1から4ということですね。で、ちなみに、ここの帝王台にはですね、画僚諸葛がいますね。
で、軍旗1が旅毛ですね。なんで、画領諸葛、旅毛、天意、周遊、月へ、この順番になってるということですね。で、実際この順番になってるのかというのをちょっと見ていきたいと思うんですけど、画領諸葛、旅毛、天意、周遊、月へですね。はい、画領諸葛、旅毛、天意、周遊、月へということで一致してますね。で、これをそしたら、変えたら、そうですね、旅毛と月へを変えようか。旅毛をこれ外して、で、月へのところに、旅毛を入れて、で、さっき外したところに、ここ月へ入れたらいいんかな。あれ？開いた。これで、こうしたら、画領諸葛、月へ、天意、周遊、旅毛になってるはずですけど、どうでしょうか。はい、画領諸葛、月へ、天意、周遊、旅毛ということで、変わってますね。はい、なるほど。これで一応、兵の並び替えの仕方っていうのは、ちょっと前に動画作らせていただいたと思うんですけど、武将も並び替えることができるということですね。これ、まあ、武将ってこう、一つの画面で、収まるぐらい、まあ、5人しかいないんでね、こう左側が見切れるとかいうことになったら右にスライドされて、してる時っていうことになるんですけど、まあ、ここ自分が押し間違いしやすいなっていうポイントで、一応その、並び替えてみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。で、個人情報画面上の武将表示順序も軍旗番号の順番に従うように調整。はい。ここですかね。はい、そうなってますね。画領諸葛、月へ、天意、周遊、旅毛ということで、さっき切り替えた並びになってるっていうことですね。で、戦闘中、受動スキルの武将にも、投機バーが表示されるように調整。これは、リクソンの先取り情報の動画で、リプを見たときですね。あの時になんか、受動スキルの武将の下になんかバーあるん、これ投機バーかなとかいうことをお話しさせていただいたと思うんですけど、これが一応つくようになったっていうことなんですかね。ちょっと見てみましょうか。はい、そしてガーリオ粗活出してみましょうか。ああ、ついてるわ。ああ、即打ったな。はい、赤色になってますね。こんな感じでね。で、黄色になったら打ち始めるという感じですね。はいはいはい。これはちょっと、可視化って言うたらいいんですかね。見やすくなったんじゃないかなと思いますけどね。言うたら、武将自体を見ずともアイコンを見ただけで闘技がどのくらい溜まってるのかが見えるようになったということですね。次が、戦闘画面で誤操作による武将の出現を防ぐように調整。これどういうことだろうな。ちょっとよくわかりませんけども、もうこんな感じで誤操作でタップってどういうことやろか。今ちょっと試しに画領諸葛をタップして、右にスライド、あれ、画領諸葛をタップして右にスライド、ああ、このちょっと待ってくださいよ。こんな感じに、画領諸葛をタップした後にこの枠が出ますよね。それを消してますけど出るな。これどう誤作動を防いでくれるんだろうか。普通に一回一回ポンポンって押しゃ、前と同じ感じの使用感で出てるんですけどね。これまあ言うたら変わってしもうたら、その武将出すに大きく関わってくるんで困るところなんですけどね。なんで練習が必要っていうことになるんですけど、今のところそんな使用感は変わらんかなという気がするんですけどね。なんかちょっとやばいな、これ武将とか殺さん方がいいか。ちょっとやりすぎたな。またこうやって出撃させるときに武将が出せんことになってしまいますね。ちょっと旅毛だけは残しとこうか。ね。ああ、ちょっと減ったか。という感じです。今のところ、この誤作動、誤タップによる出陣を、まあ言うたらされないようにするっていう、この防ぐように調整というのは実感は一回触っただけではできなかったですけど、まあ、これから何回もやってったら実感できるんかもしれないですけどね。で、報酬システム。焦点にて報酬種類を一部追加。焦点？何焦点や。主君鉱脈にて勝利ポイントの所持上限を増加。勝利ポイントの所持増減。勝利ポイント？勝利ポイントってこれ？違うな。
勝利ポイントって何よ勝利ポイントがどうこうやってどこにも書いてないと思うんですけども、けど勝利ポイントっていうんがまああるんでしょうねあったんでしょうね。この200かな、この200が勝利ポイントなんか、経験値ってなってますもんね。 EXP っていうことはこれ経験値ですよね。これの所持上限が撤廃されたっていうことなんかな、ちょっとわからないんで、もしわかる人いたら教えてください。でもう一個何やったっけ、焦点にて報酬種類を一部追加、これってこないだ追加されたやつですかね。今神秘焦点出てないですけど、そのなんか旬バレーとかね買えるようになりましたよね。あれでなんかめちゃめちゃ僕昇魂がなくなってってるんですけど、まあ嬉しい悲鳴が上がってるっていう感じなんですけど、あれのことなんかな。ちょっと50元宝か、ちょっと使ってみようか。まあ出るか分かんないですけど、3、4回やってみましょう。そうですね、この最中増霊なんかも増えましたよね。ただ他はちょっとピンとこないですね。うん、何か新しいものが追加されているという気はしませんね。サイレントアップデートみたいな感じで、ほんまはこのアップデートで増やすつもりだったのがちょっとフライングしちゃったんですかねとしか思えないですね。特に他には増えてるようには見えないですけど、そうですね、増えてないんじゃないかなと思うんで、この間のサイレントアップデートでサイレントアップデートって言ったらいいかな、サイレントパッチって言ったらいいんでしょうかね。あの、シュンバレーとか、最中増霊が昇魂で買えるようになったというのが、今の説明なんじゃないかなと思いますけどね。で、次が、解明システム、メンテナンス終了後、しばらく解明システムが使用できなくなるためご注意ください。これよくありますけど、なんでなんでしょうね。理由がちょっとわからないんですけど、まあ、あの、説明してもわかってもらえんだろう的なシステムの何か問題が出てるんですかね。で、軍団検証、ランキング画面にて自身の項目が青色で表示され確認しやすくなるように調整。まあ、悪いことではないんですけど、そんな重要なのかなという気はしますけどね。あ、ほんまや、青色になってるわ。前、青色になってなかったのかな？ちょっとわからないですけどね。で、次が、宝物システムか。かけら分解機能を実装。金色宝かけらを分解して金色宝砂にを獲得可能ということですね。ここかな、ここ中期工房って読むのかな。でここでん違うな、かけら分解これか。はあはあはあ、この金のかけら1個で砂5っていうことですね。まあもう欲しい宝っていうのも大体みんな取ってると思うんで、あれなんですけど、僕も金かけら210人もありますからね、7個一応取れるっていうことになってるのかな、新しい宝が。で、かというと欲しい宝も特にないっていう感じなんですよね。普通に、こう、基地札以外で手に入れる宝っていうのは全部持ってる、複数持ってるっていう感じなんで、で、砂が足りない人用への、まあ、処置ということになってるんでしょうけど、あ、間違えた。これどない戻ったらいいやろ、これでいいかな。で次が、衆城装飾かな、軍団戦、走破戦、頂上対決にて相手の衆城装飾が表示されるように調整。今まで表示されてなかったんですかね。あの夜の街とか砂漠とかああいうやつですよね。あれがまあ言うたら軍団戦と走破戦と頂上対決では表示されてなかったですよ。それが表示されるようになりましたよということですね。ちょっと今軍団戦もやってなければ頂上対決もやってないので確認しようがないですね。時間限定復帰、メンテナンス終了後時間限定復帰イベントが開催予定ということですね。これは26日の、朝というか深夜ですね、25時からということになってるので、今はまだ内容はわからないですね。工場調整、個人情報画面のユーザーインターフェースデザインを一部工場調整。個人情報画面のユーザーインターフェース、これか。うん、何が変わったんだろう、ちょっとピンとこないですねこれね。そうですね、なんか変わりましたこれ。
何も変わってないような気がするんですけど、まあいいでしょう。で、次が商店のビジュアル素材およびギフトパックのビジュアル素材を一部調整。これもさっき商店行った時に特に変わったようには見えないんですけどね。どこ変わったんでしょうか。名馬自然とかこういうところかな。あ、今なんかちらっと月影なんか、月影ちゃんは2強か、2強の装飾とかも出ましたね。こういうところが一部変わったよーという話ですかね。まああまりこうゲームの本質とは関係ない部分かなという気はしますけどね。で、不具合修正、国戦機関外なのに軍団機運の任務が国戦関連になる不具合を、修正。軍団機運の任務、はい、なるほどなるほど、そんなあったよね。ちょっと気つきませんでしたけど。で、帝王大に出演している武将を開港起伝っていうのかな、するとフリーズする不具合を修正。これもちょっと分かりませんね。部隊を編成する時のロジックバグ、これも分かりませんね。どういうことでしょう。で、その他細やかな不具合を修正というふうにあるんですけども、ここでねちょっと一つお伝えさせていただきたいことがあるんですよね。この、細やかな不具合を修正ということで何を修正したんか分からんじゃないですか。ただね、これ、中国の場合はですね、多分公式サイトなんかでこういったところが修正されてますよっていうのを全部書いてくれてるんですよね。この時点でもちょっと納得がいかないんですよね。なんで日本の場合は細やかな不具合を修正で片付けてるのに、その中国の方はしっかりと細かいところまで、こういうところ修正しましたよっていう風に表示してるのか、なんかこう中国のまあ運営の指示でそういう風にやってるんでしょうけども、なんかこう中国の運営の方が良心的なのかなっていう勘違いをしてしまいそうになりますよね。これがちょっと納得いかないというのとですね、ただまあこれは前からそうだったので今更何を言うとんねんという話なんですけど、その細やかな修正の中にですね、僕が以前紹介させていただいた精進の、馬のスキルですね、馬のスキルで、対象が3つって書いてんのに4つに当たってましたよっていうことを説明させていただいたと思うんですね。この下から2番目ですね、武将の次の通常攻撃で目標付近の敵3体に対しって書いてましたよね。これ、で、実際検証してみたら4つだったと、八坊さんにご協力いただいて検証したんですけど、そういう結果が出たということだったんですけども、これがですね、この表記通りに修正されてるんじゃないかという疑いがあるということなんですよね。いや、これ大事なことやろということなんですよ。細やかな不具合を修正で終わらせんなってすごい思うんですけど、ちょっとそれが分かるリップっていうのを見ていただきたいと思います。はい、ここから将校が出て、こんな感じで攻防ターゲットを取るんですけど、10秒経ってから1回目の通常攻撃の時に、他にも3つの標的にダメージを与えるという表記。はい、ここですね、壁3つにダメージ入ったんがご確認いただけたと思うんですけど、これ前だったら4つだったんですよ、が3つになってるっていうことで、まあ言うたらダウングレードって言うたんですかね、デチューンって言いますか、まあ表記通りになったということで、もともとはまあこのつもりだったんでしょうけどね。はい、こんな感じで3つの言ったらゲージが出てますよね。つまり、精進での対処っていうのが3になってしまってるっていうことなんですよね。なんで単純に 25% 攻撃力ダウンしてると考えてもらっていいんじゃないかなと思いますので、今精進をもうつけて実用してるよという方はですね、念頭に置いといてもらえたらと思うんですよね。ただまあこれがあったとしても精進強いんじゃないかなと思うんで、そうですね、僕まだ旅網のそのスキルを洗練するに至ってないんですけど、やっぱりつけるかなという気はするんですけどね。ただその何が納得いかないかと言うたらですね、この表記通りに戻すっていうのはこれまあわかるんですけど、それをなぜ説明しないのかっていうところなんですよね。一応そのこの日本語がもう全然こう間違ってると言いますか、数字が違うわけなんで、ちょっと違いましたよっていうことを説明してないと、これ
多分 JP の方でわざわざ中国のサイトまで飛んでこの細やかな修正って何だったんだろうって見るような人って少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、見ない人っていうのはその言うたら精進が弱くなってるっていうことに気づかずにずっと使い続けるということになるので、それは違うだろうというふうに思うんですけどね。皆さんどのように感じるでしょうか。まあこのゲームの運営さんがですね不誠実だというのはですね今に始まったことではないんですけどね。まあこんな感じですね、今まで細やかな修正というのに注目することが少なかったんですけど、今回まあたまたまですね八坊さんに検証してもらって僕が動画にさせていただいた内容が修正されたということで、一応お伝えさせてはいただいたんですけども、これ僕の勘違いかもしれないんでもし間違ってたら申し訳ないんですけど、一応今見ていただいたようにですね、標的が減ってるように見えるという話ですね。で、まあ、中国のサイトにもそのような表記があったので、まあ、間違いないんじゃないかという話ということで、一応、まあ、頭に入れといてもらえたらという話でですね、まあ、確定情報ではないというのだけ、まあ、ご理解いただけたらなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。リクソンがね、いつ実装されるのかっていうのが非常に気になるところなんですけどね。月末ぐらい来るんかな、月始めかな、福の神がですね、一応今月1ぐらいのペースで来てるんじゃないかなというふうに思うんですけども、なんで次の福の神ぐらいではリクソン実装されるんじゃないかなと思うんでね、早く欲しいですけどね、どのような強さになるのかというところですけども、まあメインでは取れないんですけど、サブがね、思いっきり強くなったりする可能性もあるので、早くリリースしてもらってですね、いろいろ検証していきたいかなというふうに思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。